皆さんこんにちは。動きのコツ研究所の西野と申します。今日は、足を軽く前に振り出すコツというのを説明していきたいと思います。今回はですね、右の手と足が麻痺しているという設定で行わせていただきます。皆さんはですね、麻痺している方の足を前に振り出そうと思うとどうですかね。床に足がぎゅっとひっついてなかなか足が前にこう振り出せないとか、足を振り出そうと思うとすごく麻痺している方の足が重たく感じてしまってなかなか前に思うように出ないといったような経験をされたことはないでしょうか。あ、そういうことあるなと思われた方はこのコツを一回試してみてください。ではこれからそのコツを説明していきます。まずはじめに、立って行いますので手すりや杖など、安定した姿勢を確保することをお願いします。その状態が確認できましたらまずまっすぐ立っていただいてですね、足の裏に体重が、右の方も左の方も乗ってると思うのですが、この均等に立った状態でですね、麻痺している方の足を出そうと思うと足がへんばりついたりとか膝が棒のようにパッとこう出てしまうようなことがあると思います。なので右の方の足を軽くするということが必要となってきます。このためにはご自身の足の裏の感覚が重要になってきます。そうは言っても右の足の裏はしっかり体重に乗ってるし足の裏はしっかり感じれるよという方も多いと思いますが、振り出すためのポイントとしましては感じるべきポイントはいい方の足の裏の感覚に注意を向けていただきたいと思います。どういうことと思うのですが、麻痺している方の足を振り出そうと思いますと右の足を軽くする必要があります。軽くするためには足の裏で地面がぐっと感じれている状態ではなかなかこう足を軽く感じるということができずに膝もピンと突っ張った状態になることが多いです。なのでゆっくりです、ゆっくり左のいい方の足の裏にじわじわっと体重を感じていきましょう。ゆっくりです。もう一度いきますね。左のいい方の足の裏にご自身の体重をじわじわじわっと感じていきましょう。そうするとどうでしょうか。右足麻痺している方の足がふわっと軽く感じれないでしょうか。その時にふわっと感じれると膝も軽くなってくると思います。この軽く感じた状態で足を前にふっと出していただくと今まで頑張ってグッと出していた感じよりもすごく楽に感じることができます。なので今回のポイントとしましてはこちらの麻痺している方の感覚に注意を向けるというのではなく、いい方の足にじわじわとゆっくりご自身の体重を感じてしっかり左の足がベタッとついたなと思ったその時、悪い方の足の状態は軽くなっていると思います。その状態で足をすっと前に出していただくと今までのような床にへばりついた足、棒のような足というのが軽減されることが多いです。これも一つの方法ですので、その人ご自身いろいろコツがありますので動きのコツのホームページではその方それぞれのコツがありますので動画をいろいろ確認していただいて挑戦してみてください。何度やってもなかなかうまくできないなと思ってもですね、動きのコツのホームページには無料相談できるところがありますのでメールでもお電話でも結構ですのでお気軽にご連絡ください。それではまた失礼します。